皆さんこんにちは、ショーマニです。今回紹介するトミカはイオンチューニングカーシリーズ第25弾マツダアテンザです。デイトナレース仕様になります。でボディカラーは黒になります。あとイオンの文字が書いてありますね。こちらですね。で、前はこんな感じになっています。フロントの部分にはマツダのロゴマーク、エンブレムが書かれています。で、後ろはこんな感じです。後ろの真ん中の部分にはマツダスピードと英語で書かれています。で、上はこんな感じで、で、下はこんな感じになっています。メインドインベトナム、ベトナム製になります。で、2013年製のトミカになります。おそらく元々の数字だと思います。で、スケールは66分の1で、ナンバーは62番ですね。で、マツダアテンザと英語で書かれています。で、トミカという文字も書かれていますね。英語で書かれています。で、アクションとギミックは、サスペンションと、左右ドア開閉になります。で、内装はこんな感じです。で、走りはこんな感じです。